ついに、海上自衛隊護衛艦いずもが動き出しているとの情報をキャッチしました。今回は、南シナ海での、日、チベイカ合同訓練を詳しく見ていきますね。親潮型潜水艦も、このノーブルレイブン22、に参加して訓練しています。やはり、潜水艦はいずも、には必要ですよね。2022年の9月末から10月頭にかけては、北朝鮮が相次いで日本海への短距離弾道弾発射及び、日本を越えて太平洋へと着水したとみられる大陸間弾道弾の発射など、これら各種ミサイル発射が断続的に行われ、大きく報道されている。また、9月27日には、中国海軍の南昌級055型ミサイル駆逐艦等3隻と、ロシア海軍のウロ第1級駆逐艦等4隻の両国の合同艦隊が、日本の周囲を航行し、合同艦隊としては、初となる大隅海峡通過を行う動きを見せた。こうした日本をめぐる北朝鮮、中国、ロシアの軍事的な挑発行為が、この期間に、ほぼ連日のように伝えられる事態となっているが、日本や、その直接の同盟国たるアメリカや、アメリカの同盟国たる韓国も、対抗策を行っている。もっとも、規模が大きな動きとしては、9月26日から29日まで、アメリカの大型原子力航空母艦の、ロナルド・レーガンらの空母打撃群と韓国軍が、日本海で実施した、合同軍事演習があり、北朝鮮に向けた抑止の意味合いが大きい。翌30日には、これらに、海上自衛隊の護衛艦1隻も加えたアメリカ、韓国、日本の3カ国による、対潜水艦作戦を念頭に置いた、合同軍事演習も行われ、北朝鮮が、潜水艦に搭載する、SLBM の運用を進めつつあることにも、釘を刺した形だ。こうした状況下、日本の海上自衛隊としては、大規模部隊が、参加をして行われたと言えるのが、9月23日から10月1日までの延べ9日間に、南シナ海を舞台に敢行された、アメリカ・カナダとの3カ国での合同軍事演習である。このアメリカ・カナダ、日本の3カ国による合同軍事演習は、ノーブル・レイブン22、2と称されており、今年の8月末から9月上旬に、グアム島周辺から、南シナ海にかけての広い範囲で行われた軍事演習の第2弾と言うべきものだ。ノーブル・レイブン22、2には、アメリカ海軍からは、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の26番艦、ヒギンズ、ヘンリー、ジェ、カイザー級給油艦の12番艦、ビッグホーンが参加をしており、最近聞き覚えがあるのは前者であろう。アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の26番艦、ヒギンズは、この直前の9月20日には、カナダ海軍のハリファックス級フリゲートの2番艦、バンクーバーと共に、台湾海峡を航行した艦艇で、中国への牽制を行ったことが、記憶に新しい。ヒギンズは、説明は、不要なほど、よく知られたアメリカ軍の主力水上戦闘艦である、アーレイバーク級の中で、比較的古いバージョンのフライト2にあたり、収益は1999年で、今現在は、神奈川県の横須賀海軍基地を母港として運用されている。ヘンリー、ジェ、カイザー級給油艦の12番艦、ビッグホーンは、基準排水量9500トン、満載排水量4万700トン、全長 206.3 メートル、全幅 29.7 メートルの規模であり、各種の艦艇、航空用の燃料を、およそ2万5000キロリットル搭載することができる。この補給艦という、艦種の用途上から、ヘンリー、ジェ、カイザー級給油艦は、基準排水量と満載排水量のギャップが大きいことが特徴的だが、
全16隻が建造され、4番艦のアンドリュー・J・ヒギンズがチリに売却された以外は、アメリカ海軍で収益が継続されている。ノーブル・レイブン22-2には、カナダ海軍からは、ハリファックス級フリゲートの9番艦、ウィニペグが参加しており、先に挙げたバンクーバーも含め、1992年から1996年までに全12隻が就役し、今も同海軍の主力の水上戦闘艦である。ハリファックス級フリゲートは、満載排水量5235トン、全長 134.7 メートル、全幅 16.4 メートル、喫水 5.0 メートルの艦体を持ち、機関部には、ディーゼルとガスタービンを併用する CODOG 方式を採用。最大29ノットの速力と7100海里の航続距離を誇る。主兵装としてハリファックス級フリゲートは短距離向けの艦隊空ミサイルであるリム 162ESSM を運用する16セルのマーク 48MOD4VLS や5フォース射程のマーク357mm 単装速射砲1機、艦隊艦兵装としては、4連装のハープーン、BLK に SSM を2機搭載している。ただし、基本的には、ハリファックス級フリゲートは、対潜水艦戦闘への従事を念頭に置いた艦艇であり、かつて、一時期は、艦隊を大型化させた、対空戦闘に向けた、派生型の建造も検討されたが、実現には至らず、前者の12隻の建造に止まった。興味深いのは、ハリファックス級フリゲートの対空戦闘に向けた派生型が検討されていた時期には、カナダ海軍においても、原子力潜水艦の導入計画も同様に存在していたが、こちらも断念され、イギリス海軍の通常動力型潜水艦のアップホルダー級を、ビクトリア級として、4隻運用するのみだ。さて、ノーブル・レイブン22-2に参加した海上自衛隊の艦艇は、出雲型ヘリコプター型護衛艦 DDH の1番艦、出雲と高波型汎用護衛艦 DD の1番艦、高波と艦種、艦名は伏せられた潜水艦が1隻となっている。海上自衛隊では、今回のノーブル・レイブン22-2について、参加を行った、出雲、高波等の艦艇の戦術的な技量の向上と、アメリカ海軍、カナダ海軍との連携の強化が図れたことを、大きなその実施成果として打ち出している。ノーブル・レイブン22-2に参加したアメリカ・カナダ、日本の艦艇から想像するに、南シナ海を舞台とした、対潜水艦戦闘を想定した合同軍事演習であったことが伺え、同海の大半を一方的に領有していると主張する中国に向けた意思表示だと感じられる。日本の海上自衛隊では、アメリカ海軍やカナダ海軍の艦艇のように、最も中国が反感を表明する台湾海峡にこそ進出してはいないが、それを行った艦艇らと、南シナ海での合同軍事演習を敢行することで、控えめとはいえ、アピールの意味は示せたはずだ。また、今回のノーブル・レイブン22-2に参加した、出雲、高波等の護衛艦は、令和4年度の IDP22、インド太平洋派遣という、大きな枠組みの中で編成されたものの一部であり、2022年6月から10月までの期間で任務に従事していた。令和4年度の IDP22、インド太平洋派遣は、出雲、高波と、その艦載機3機の第1水上部隊、村雨型汎用護衛艦、DD の4番艦、霧雨と、その艦載機1機の第2水上部隊、艦首、艦名非公表の潜水艦1隻が艦艇の舞台となっていた。これに加えて P-1 哨戒機1機の第1航空部隊 UP-3D
電子戦訓練支援機1機の第2航空部隊、水陸両用機の US、2飛行艇1機の第3航空部隊が置かれ、アメリカ海軍が主催する世界最大規模の多国間軍事演習のリムパック2022をはじめ、多数のこうした催しに参加した。IDP22、インド太平洋派遣は、インド太平洋を歌うだけに、アメリカ、インド、オーストラリア、フィリピン、ベトナム等の国々に寄港したほか、ソロモン諸島、パプアニューギニア、トンガ、パラオなどの島嶼国家も訪問を行っている。太平洋のこれら島嶼国家に対しても、経済力、軍事力を背景にした中国が、自国の勢力圏をさらに拡大しようと、陰に、日に接触を強めており、IDP22、インド太平洋派遣は、アメリカの同盟国としての日本の外交姿勢を示す役割を負っていたと言えよう。かつてのアメリカと旧ソ連邦との冷戦構造時に、海上自衛隊に課せられた役割は、北から宗谷海峡、津軽海峡、そして、南西の対馬海峡を警戒、監視することにあり、旧ソ連邦の戦略型の原子力潜水艦が、太平洋に進出することができないように封じ込めることを主眼としていた。今は、この日本を取り巻く周辺国の、軍事的な構造が大きく変化し、かつての旧ソ連邦以上に、海軍力を強化した中国海軍に対して、アメリカをはじめとする同盟国や友好国との連携によって、インド太平洋を守る防衛戦略にシフトしている。